はい。えっ、ー、と、理算最適化基礎論なんですけども、あの、二週ちょっと間が、ちょっとじゃないですね。2週だいぶなんですけども、間が空いてしまいまして、で、えっ、ー、と、これが二回目の授業になるんですが、えっ、ー、とですね。ま、あここからは、あの、秋田部の試験までは休みなくやっていくという感じになります。 それでですね、まあ、何やってたのかもう私すら覚えてないんですけども、前回はジョブスケジューリングってまあどういうものなのかとかっていう話と、まあ、こういう問題扱いますよっていうような気持ちというか、まあ、定義もしてで、その中でどういうことをやっていきたいのかって話をしたということになります。でえーとまあ、2週間なんですけども、えー、と一応、ですね、まあ、この6回,目6回目までがまあ前半という気持ちになってます。でえー、と今回回とですね次回 で割とそのまあ基本的なことをやるんですけども、ちょっと準備していた感じの感触を言うとですね、基本的なことでも割と難しいっていうちょっと感触を得てまして、まあ多分今日はなんとかなるんですけども、次回ちょっとなんかあの破綻するんじゃないかっていう気が、まあ、なんかこれ次回,次回がなんか、これ動的計画法なんですけど、次回がこれ全体の中で一番難しい可能性がありますので、まあ、それはちょっとあ,のあらかじめ注意しておくんですけども、まあ、それを置いといて、まあ 今日はですね、まあ割と単純な話をするつもりでいたんですけども、本当に単純なかどうかはちょっと自信がないけども、まあ、やっていきます。で、えー、っと、そうですね。で、まあ、7回目からが一応、後半の話になるっていう感じになります。まああの全体で14回あるので、本来はなんか7回目までが前半であるといいのかなっていう気持ちもするんですけども、ちょっとまあ内容としては7回目から後半になるという形になります。で、一応、あの成績評価としては、まあ、前半に1回。 レポート、後半に1回レポートという形なので、まあ、前半のこの6回目までの内容で一つあのレポート課題が出るというふうに思ってくださいということになります。はいでえっと、今回何やるのかということは、その先ほど言ったその、まあ、実際このスケジューリング問題を解いていくんですけども、割とかあの単純な問題を解いていくという形になります。で前回の復習として、まあ、ジョブスケジューリングどういうものでできているかというと、まあ、機械がいくつかありますよとで、機械の集合のことをこの花文字の M で書いたりするんですけども、今後、この、えっと、 スモール M ですね。スモール M を書いたら、使ったら、これは機械の数を表すんだというふうに思ってくださいということになります。で、機械の数字は大体この i で書くというふうにしたいと思ってます。ちょっとこ,この規則がですね、本当に今後、守られるかどうか自信がないんですけども、まあ一応そのつもりで言います。で、このですね、鍵括弧の M と書いたら、これは1から M までの整数の集合だと思ってくださいということになります。で、ジョブの方はですね、あってジョブ、ジョブはですね、えっと、N 個あると。ジョブの集合は花文字 J で、ジョブの 集合がこれ j です、ね、でジョブの数は、だいたいスモール J で書くことにしようと思っているんですけども、まあ、これもちょっと揺れがあるかもしれません。すみませんで、えっと。ジョブの数は N です。N ですでこの鍵括弧コ N と書いたら、1から N までの整数の集合だと思ってくださいということになります。で各ジョブは各機械に割り当てられたときに、その、えー、と機械においてどれぐらいの時間を使って処理されるのか、いうこの処理時間っていうのが決まっていると。Pij と書いたら、これは。 機械 i において、ジョブ j がを処理するのにかかる時間、処理時間を表すというふうに思ってくださいということになります。で、まあ、これでなんかうまく機械に割り当てて、あ、ジョブをですね、機械に割り当てて、ある順番で処理させるっていうのが、まあ、ジョブスケジューリングでやりたいことだということでした。で、その時に何か決まったものを最小化したいという形で考えるんでしたということでした。で、今日はですね、一応先にまとめをしておくと、今日は1機械の話しかしませんと。1機械だから、 えっと、機械1台だけ M は1ですでその時に、その、最初かしたいもの、いろいろあるんですけども、前回ですね、紹介したのはこの5つでしたということです。まあ、これ、ちょっと、えっと、出てくるたびに紹介しますけども、えっと、CMAX とかですね、大最大完了時刻、総完了時刻、最大納期ずれ、総納期遅れ、納期遅れ、ジョブ数というのが、えっと、前回、えっと、紹介したものなんですけども、えっと、ジョブの特性はないとします。このあのあ 三つ組み規法というのは前回紹介したんですけども、も、まあ、1というのが1機械ですよと。で、この線の間に何もないのは、これ、ジョブの特性がないと。前回の言い方で言うと、ベータという部分がジョブの特性に対応したんですけども、それ、何もありませんよということです。で、ガンマというのが最適化したい目標で、目的でここに並べたもののどれかを考えるということになります。で、ちょっと,、えー、とまずここで着目し、えー、注目したいのはです、ね、えー、とこの5つあるんですけども、この総能極例というものだけは、 まあ、ある意味仲間外れで、これはですね、これを最小化するのは、1機械であっても NP 困難です。非常に難しい問題だということが知られています。これはですね、えっと、50年代ぐらいにこのジョブスケジューリングのし研究が始まってから、長らく未解決だったんだけども、まあ、90年になってようやく NP 困難だということが証明されました。まあ、この証明自体をこの授業で,です、ねえっと、紹介することはちょっと難しいので、しないんですが、まあ、この5つの中で,です、ね、この総脳極例だけはなんか違うなんかフレーバーを持っていると思ってください。で、それ以外は、割と簡単に解ける。 オーダー N とか、オーダー N ログ N とかですね。まあ、N っていうのは先ほど言った通り、上の数だったんですけども、割と簡単に解きます。で、今日はこの,の残りこの4つですね、これを全部紹介したいっていう気持ちでいます。気持ちでいます。で、N ログ L って何なのかっていうと、これはいわゆる N 個の数値を相当するのにかかる時間です。で、まあ、それがいろな時間でだいたい解けるってことになります。で、ぜあの中身でも相当します。 アルゴリズムの中身,も中身でも相当しますけども、まあ、それで大体解けるって感じになってます。で、どんな感じで解けるのか,解けるのかって話をしたいと。で、オーダー N って言ってるこの最大完了時刻は、まあ、これはですね、本当に簡単で、もうあの問題が与えられた瞬間に解けるぐらいの話です。で、それは何でなのかってことを後で説明します。で、重要なメッセージが下に書いてあって、設定における少しの違いが解きやすさにおける大きな違いを生むことが、アルゴリズムとか最適化においてはあります。で、何かっていうと、この場合はその何を最小化しようか,のかってことを思ってるに、 思うのかによって、例えばなんかこ最大の置きずれを最小化しようと思ったら簡単に解けるんだけども、なぜかこの総の記き遅れを最小化しようと思ってしまうと NP 困難難しい問題になってしまうということがあります。だから皆さんもなんかこう手持ちの問題でなんかこ,ういう場合こういうものを最小化しようと思ったときにはこういうふうに簡単に解けるんだけども、じゃあ別の場合考えてみようといった瞬間に難しくなるということはありえます。ので そういうその問題の構造っていうのは何を最小化しようとしているのかによって変わってくる可能性があるのでそれは注意をしてください。で、それはその割とこのアルゴリズムとか最適化を考えるときには重要なことになるのでそれはまあ気をつけてほしいということになります。で、それでですね、なんでこの最大完了時刻、これが簡単かと。そもそもこの最大完了時刻って何だったかっていうと、まあ、今、機械は 1, 1個なんですけども、そこにこうなんかジョブを並べて、一番最後に終わるジョブの,その処,理処理が終わる時刻は何でしょうっていうのが、この 最大管理の時刻だったわけですでこれを最小化したいという問題が最大管理の時刻最小化なんですけども1台しかない場合にはこれですねどのように序ブを並べても結局最大管理の時刻これ変わらないわけです。はい、なので序、えっと、ブを並べるとか序ブを割り当てるとかことは何も考える必要なくってこの各序盤の処理時刻の処理時間の和というのがこのか最大管理の時刻最小化問題における最適値になります。 だから最適値をしようと思ったら、この序ブの処理時間を全部足せばよいと。で、それはまあただたに2個1個、N 個の数値を足していくだけなので、オーダー N 時間でできますよということになるわけです。だから、1機械の場合には、あんまりこの最大完了時刻最小化っていうのは、あ,ある意味で意味がない、ある意味で意味がないって日本語変ですけども、まあ、まあそういうことになるということになります。だから、これ簡単な問題です。だから、何もこの並び順考える必要ないということになるわけです。で、一方で、それ以外の4つの問題は、並び順を考える必要があるわけです。 並び順によって、この目的関数というかう最小化したい目的の値が変わる可能性があるわけです。で、地名にはですね、まあ、パッと思いつくのは、すべての並び方を調べれば、そういう問題解けるわけです。すべての並び方、例えばこう3つのジョブがあるんだとすると、この3つのジョブの並べ方っていうのはですね、ここにあるようにこう6通りあるわけです。一般に N 個のジョブがあったら、L の解乗通り、並べ方はあるわけです。だから、L の解乗通りの並べ方,方を全部試して、それぞれに対して、例えばその、 能極力度部数が何でしょうということを一個一個調べていって一番小さいものを選ぶっていうことをすれば最適なスケジュールは必ず見つかります。だそういう意味で有限の手続きで必ず最適なスケジュールは見つかるんですけどもこの N の階場を通り調べるっていうのはとてつもなくですね時間がかかるわけです。N の階場っていうのはどれぐらいの大きさでえと増加する関数なのかということをご存じない方のためにですねここにそのスターリングの公式っていう全金公式を書いてるんですけども大体いいこれはですね まあ注目してほしいのはこのなんか L の N 乗っていうのがあるっていうぐらいの大きさ。だから皆さんなんか指数関数っていうのは、ね、大きいもののなんか代表格だと思ってるかもしれませんけどもの2の N 乗とかですね E の N 乗とかっていうものを代表格だと思ってるかもしれませんけどこれ L の N 乗ぐらいなんでそれよりも大きいわけですね。でもまあこれはですね理論的には指数関数と呼んでますがまあそれぐらい大きいわけですね。だからこのすべての この並べ方を調べるってことをせずにうまく解く方法はありませんかってことが今日の主眼なわけです。はい。で、それをどうしましょうということを今日は考えていきます。で、先ほどの表に戻りますと、今ですは、ねまあ、最大完了時刻、これはまあ簡単ですよっていうふうに言ったのでお芝居なんですけども、この総完了時刻っていうのと、最大納期ずれっていうのと、納期遅れョブ数、この3つを最小化するっていう問題をどのように解くのかって話を今日はしていきたいということになります。はい。 でまず、総完了時刻最小化の話をします。これが、まあ、この3つの中で一番簡単だと思うので、これをまずやっていきましょうというふうになります。はいでまあ、これどういう問題かというと、まあ、こういうふうに J1、まあ、J2、J3 という順番で、この1つの機械の中で処理した,という処理した場合に、各ジョブが完了した時刻を足しますということです。だから J1 という処理、えっと、ジョブの処理が終わった時刻はこの場合9。で ジョブののの処理がが終わった時刻ここ場合は9プラス、まあ、J1 のこの長さは9で J2 の,の長さはこれ13だと思ったときに、まあ、9プラス13になります。J3 というジョブの処理が終わるのが、まあ、9プラス13プラス5。J3 の, J の,この処,理時刻処理時間が5であるというふうにまあ思っているんですけども、でそうすると J1、まあ、J2、J3 の順で並べると、この総管理の時刻は58になりますということになります。でこれは並び方を変えると、 この総管理時刻変わる可能性があるわけです。で、実際これ変わっていて、例えば J3、J1、J2 っていうふうに並べると、今この J1 の処理時間が9、J2 の処理時間が13、J3 の処理時間が5だとすると、この場合、こちら J3、J1、J2 の順で並べると、この総管理時刻は46になります。で、これは上の58より小さいわけです。だからそういうこの総管理路時刻の意味でいうと、この真ん中の、えー、とスケジュールの方が一番上のスケジュールよりも良いということになるわけです。 いいですかでちなみにもう1個ちょっと例として挙げてまして j 2 j 3の順で並べるとこれ総完了時刻は62になります。でこれはまあこの3つのスケジュールを比べたときには一番この総完了時刻の意味で悪いということになるわけです。でこの総完了時刻が一番小さくなるような並び方は何でしょうかということを考えたいということになります。でこれが今から考えたい問題です。1いいていきます。でこれす。 どううししましょうかねと先ほどと同じように、の N の解乗通とすべての並び方を考えれば、必ず解けるわけですけれども、もっと効率よく解けませんかとこと考えたいわけですね。で、この例を、まあ、じっと見るわけです。まあ、例をじっと見るというのは割と重要なんですけども、例をじっと見ると、なんか解き方が分かる気がすると。本当ですかと言われるんですけども、でこれは何なのかというと、今ここに,中にこれ青い矢印書いてるんですけども、まあ、このあ青い矢印の長さの罠なわけです。罠なわけです。 だからこの青い矢印の長さの和を最小化するように並べるのはどうしたらいいですかっていうふうな気分でいるんだけども、長さだとちょっと分かりにくいかもしれないので、今、この下のような図にちょっとこの長さの表現をです、ね、置き換えてます。長さの表現をです、ね、面積の表現に置き換えようとしてます。何なのかというと、今、上の図ではここ3つの矢印があるというふうに書いてるんだけど、これは別の見方をしていて、J1 の処理時間っていうのが、実は3回足されてますよというふうに見る。 J2 の処理時間は2回足されてますよと。J3 の処理時間は1回しか足されてませんよというふうに見ましょうというふうに、この3つの矢印の長さを解釈するわけです。で、それを解釈して書き直したのがこの下の図で、これ何なのかっていうと、今、ここになんか、これはなんていうんでしょうね、階段型の図形があるんですけども、この面積を考えましょうと。で、面積と言っているんだけども、この一つ一つのこの部分ですね、この部分の高さは1だと思ってくださいと。 そうすると何なのかっていうと、一番左の部分を見るとここは J1 の処理時間、これ今 P1 とかここ書くんですけども、処理時間が3回この面積には足されてますという形になってます。で、J2 の処理時間 P2 が2回足されてます。J3 の処理時間 P3 が1回足されてますという形になっているわけです。だから先ほど上の方では、この 矢印の長さの和として総完了時刻を表現していたんですけども、下の図ではこの階段型の面積として同じ総完了時刻のえっと総完了時刻ですねを表していると、面積としてという形になっていると。こう表すことが本質的ではないんだけども、こう表すと今後の話で説明がしやすいのでそうしてますということにしています。で、一応,一応重要なメッセージがあって、 図を書いて考えられるようになることは重要なので、まあ、今はこの問題ではこういう図を書いてますけども、まあ、他の問題では他の図を書くこともあるかもしれません。でまあ、図を書くことが本質ではないかもしれませんけども、まあ、説明のためとかですね、いろんなことを考えるときには図が書けると非常に重要なので、だからなんかスケジューリングって問題はなんか数値しか与えられてないわけです。そこになんか図はないんだけども、なんか図を書いて考えるっていうのは重要なので、そういうふうにまあ考えられるようになってくださいというのが、まあ、ス,ケジュールスケジューリングに限らず。 皆さんにあの身に身けて、もらいたいた視点だと思っててますさて今ですね、J1、J2、J3 の順で並べると、このような階段の形ができて、この階段の形の面積が総完了時刻の,あのその量になりますよというふうに言いましたと。じゃあ、別の並べあ、で、そうですね、今、だからこれ面積が58ですと。はい、じゃあ、別の並べ方しましょうと。今、これ J2、J1、J3 の、<laughs> 英語と日本語混ざって、J2、J1、J3 の順で並べると、これ面積が変わってくるわけです。 これ,これ60人になってます,です、ね、でこれは、えっと、J2 の処理時間が3回足されて J1 の処理時間が2回足されて J3 の処理時間が1回足されているという形になっているわけです。で、総管理の時刻の意味でいうと面積が小さい方がいいわけなので上の並び方の方がいいわけです。で、これは面積で比べるとどういうふうになっているかというとどこに差があるかというとここに差があるわけですね。ここっ赤く書いてますけども、ここの部分が差があるわけですね。これ4の分、4の分の差があって、この 584足すと62になっているとで。これ実際何なのかっていうと、今、これ J1 と J2 が上の方では先に J1 が来るように並べられていて、えっと、下の方では先に J2 が来るように並べられているということになっていますで。そうするとここの部分の面積だけ上の方が大きくなってしまうわけです。ですかだからこの J2 の処理時間 P2 マイナス J1 の処理時間 P1。 この差の分だけ、この面積が大きくなってしまって、下の方が総管理の時刻が大きくなってしまいますよという図なわけですね。で別の言い方すると、上の方に並べれば、この4だけ得をするということになるわけです。でそう思うと、アルゴリズムがだんだん分かってきて、どうすると一番得な並べ方、面積が小さい並べ方になるかなというふうに思うかというと、処理時間の短いジョブを左に持ってくると良さそうかなという,まあこう気がしてくるわけです。で実際そうです。 つまり、処理時間の短いジョブを初めに処理して、その後に2番目に処理時間の短いジョブを処理するってことをすると、この面積が一番小さいような形になりそうだなという気がして、実際そうです。でじゃあ何で、なんでそうなのかということをちょっと説明しましょうと。今、この階段型は処理時間が短い方から順に処理していない形のスケジュールになっています。それここら辺見ると、そういうふうになっていないということが分かるということになります。 これ、今、違反してるわけですね。こっちの、この左の方これ、長いと。これよりも長いと。これとか、あんまりそう、指示ごで説明しちゃいけないんですけども、まあ、そうなってると。じゃあ、えっと、処理、処理そういうふうになってないので、じゃあ、この部分を入れ替えてみましょうと。今、この部分は処理時間が長いのが左にあるので、それを入れ替えて、処理時間が短い方を左に、えっと、持ってくるように入れ替えましょうと。で、入れ替えたあ後の状況がこの図になっていると。 でそ,うそう先ほど言った通り、ここの部分ですね、この部分の面積が下の方だけ小さいから、下の方がえっが、と、総管理の時刻が小さいですねということが言えるわけです。つまり上の,その処理時間が短い方から順に処理していないスケジュールは最適なスケジュールでありませんということが言えるということになります。 でこのように、なんかこのジョブを入れ替えることによって、なんか最適性を証明しようというようなあの論法のことをジョブ交換論法というかどうかはちょっと日本語ではわかんないんですけども、まあ英語ではジョブエクスチェンジアーギュメントとかって言ったりするので、それを、えっと、口で言ったことは書いておきますね。ジョブエクスチェンジアーギュメントとかって言ったりするので、まあそれをちょっと直訳してジョブ交換論法と言って、ここでは呼んでます。という形で上の スケジュールは最適ではないということが分かるので、何を言って,言ってるかというと処理、処理時間が短い方から順にしてスケジュールしてないと最適ではない。なので、最適なスケジュールは必ず、えっと、処理時間が短い方から順に処理していますということになります。これが証明だという,ふうなことを言ってるんですけども。ということで、まあ、一応今のが証明のつもりです。何かというと、まあ、この 基本ですね、1、まあ、機械で、えっと、総管理の時刻のは総管理の時刻を最小化したいという問題に対しては、今言ったように、処理時間が小さい方から順にジョブを並べて、その順に処理をするというのが最適なスケジュールを与えますと。一応、まあ、アルゴリズム、書いてるんですけども、今、オーバー言ったとおりです。まず、処理時間が小さい順にジョ,リをジョブを並べます。小さい順短い順というのは、短い方から先にジョブを並べますと。で、その順に従ってジョブを処理するということです。 でまあ、あのこれでおしまいということになります。でこれでその総完了時刻最小化問題は解けると、最適に解けるということになります。いいですか、まあ、単純な話だと思うんですけども、まあ、先ほどこの,この図のイメージを持ってもらえば分かるかなというふうに思うと。で一応です、ね、このアルゴリズムというか、まあ、この考え方、その処理時間が短い順にジョブを並べて、 えと処理しましょうっていうのを最短処理時間入線規則とか小テストプロセッシングタイムとかって言ったりします。まあなんかよく略して SPT と呼んだりするんですけども SPT スケジュールとかって言ったりするんですが、まあ、あのよく出てきます。で今はこの総完了時刻最小化に対してこれ使ってますけども、まあ、他の問題に対してもかよく分かんない時にはこれをなんかあのヒューリスティックのような形で使うことがあったりします。はい。ここまでいいですか で、この図で証明する、これは許せん、こんなの証明なのかというふうに怒る人が出てきても、まあ、いし方ないというか、まあ、そういうもんだと思うんですけども、まあ、一応、ちょっと、その、言葉とか文章で書きたいという派閥の方、派閥とか言うと怒られるかもしれない、えっ、ー、と、図の場合、ちょっと私も、のこの授業、割となんか、あの、 図で押し切ろうと思ってるん <laughs> ですけども、まあ、もし言葉で証明したい場合はこういうふうにで,できますよと。今は処理順を決めたいって言ってるので、まあ、処理順は痴漢、まあ、なわけです。えっと、そのジョブの添え字の痴漢だと思ってくださいと。例えば今これなんか J ままた日本語でいせん J3、J1、J2 の順で処理するというときには、それを表す時間、なんかシグマというのは、これシグマ K というのは、K 番目に処理するジョブのそれ字を表すとして、例えば、シグマ1が3、シグマ2が1、シグマ3が2と表す。この,これはここの3、1、2というのが、この順番3、1、2というのを表しているというふうに思いましょうというふうにすると、まあ、一応、このジョブの処理順というのを、これ、時間で表せるという形になります。でまあ、この 時間としてどういう時間が一番よろしいかっていうのを定めたいって問題になっていると思ってくださいと。はい、でそうすると今、この処理順を表す時間、シグマがあったときに、この総完了時刻、このシグマというスケジュールにおける総完了時刻っていうのはこう書けますと。これ何なのかっていうと、えー、とこれ P、シグマ K ってありますけど、これはだから、K 番目に処理されるジョブの処理時間です。ですね。 でそれに対して、その序文の処理時間が何回、この総完了時刻で足されますかっていうのが、このケースとして書かれていると思ってください。で、一番最後のもの、N 番目のものは1回なので、この K に N を入れると N、N マイナス N プラス1で1になります。で、一、えっと、番目のものは N 回足されるので、K に1をた入れると N、N マイナス1プラス1で N になります。という形で、えっと、一般的には K 番目のものは N、N マイナス K プラス1回足されるという形になるわけです。 という形で、このシグマという処理順が決まれば、その処理順に対して、その総管理の時刻っていうのはこういうふうに書けると、と式で書けるということになります。これは先ほどの図のイメージで言うと,、えー、と、階段型の面積と全く同じです。はい。で、その時に、じゃあ今、時間タウっていうのを考えて、このタウっていうのが、その処理時間が短い順になっていない時間、処理順を表しているとしましょう。つまり ある, L あるところで、えっと、P τL と P τL プラス1の、えっと、大きさが、その前の方が大きくなっているというふうに仮定しましょう。ね、P τL というのはこの、えっと、タウにおいて L 番目に処理されるジョブの処理時間です。で、P τL プラス1というのは、タウにおいて L プラス1番目に処理されるジョブの処理時間です。で、その後の方が短いと仮定しましょうと。とそうするとときに、このタウが最適スケジュールにならないということを今から言います。 でどういうのかっていうと、えー、と今、イメージはこうですね。なんか、タウっていうのは、なんかあの順番にタウ1、タウ L、タウ L プラス1の順で、ジョブを処理するんだけども、このタウ L の処理時間とタウ L プラス1の処理時間の間に右の、左の方が大きいですよっていうのが代償関係があるとしましょうと。で、何するかっていうと、この2つを入れ替えた、えー、と処理順を考えましょうと。で、それをシグマとします。 今、このタウ L とタウ L プラス1を入れ替えた値間をシグマとしましょうと言っています。まあ、シグマはこのように定義されると。だから、えー、とシグマにおいては、えーと、タウ L とタウ L プラス1以外のところはタウと同じです。タウと同じです。これですね、タウと同じです。あ、違う、ここでタウと同じですけども、その L 番目と L プラス1番目だけを入れ替えたものを今、シグマとしましょうというふうに言っています。で、何を言うかっていうと、このシグマっていう値間処理順の総完了時刻が ににおけるる総完了時刻未満になるってことを言いこ言ます式で言いますで。式を書きますと、こんな感じです。もうこれででおしまいなんですけどもでこれはちょっと一行ずつ順番に見ていくと。今こう、タウにおける総完了時刻の和っていうのは、先ほどの定義からあ、式からこのような形で書けるというふうに言いました。で、書きましたと。で、今これ、K は1から N まで動いているんだけども、L と L プラス1のところだけを後ろに分けて書きましたというふうにしています。いいですか。 だからこの輪の中では、えっと、K が L と L プラス1のところはなくって、それを後ろにちょっとあのだ出していると思ってください。で、今、でここで、この次のところ、これ不等号なんですけど、これ何をしているかっていうと、えっと、P タウ L の前にある1を P タウ L プラス1の前に動かしています。だから上の方では、で足している P タウ L を下の方では P タウ L プラス1に置き換えていると思ってください。 でそうすると、今、P τ ά ο l は P τ ά ο l プラス1よりも大きいので、ここに書いてある不等号が得られます。いいですかこれは仮定でした。タウに対する仮定でした。ですね、でそうすると、ここは何なのかっていうと、これは実は、えっと、ここの、えっと書いてあるのは、先ほど作ったシグマに対する相関時,時刻になっているということになります。ですね。 シグマにおいては、えー、と L 番目に処理するのはこっち側で L プす1番目に処理するのはこちら側という形になっているのこれはシグマに対する相関量時刻になっていてこれはこうなるという形になります。でそうするとタウにおける相関量時刻がシグマにおける相関量時刻よりも真に大きくなるのでこれす,、ね、すみません今こ,こ,この部分シグマこれ定義を思い出すということをここで書きたかったんですけどもそれでタウにおける 総完了時刻っていうのがシグマにおける総完了時刻にも大きいのでタウは最適スケジュールにはなりませんということが分かると。だからその短い順になってないスケジュールは最適ではありませんということがこれで言えるということをまあ言葉で説明したつもりになってます。だからまあ,あの皆さんが証明として書く場合にはこういう言葉で書いてもらうということになるんだけども、まあ、この授業この 講義室では、ちょっと絵で大体やっていくということになりますけども、皆さん、レポートでは言葉で書いてくださいということになりますが、ここまでいいですかですかで、ここでもう、そのシグマっていうのを作るときに、タウにおけるそのあの違反しているところを入れ替えるというジョブ交換論法を使っているわけです。はい、よろしいでしょうか。従ってタウはされていはないと。はい。で、もう一度、えっ、ー、と、これ、アルゴリズム。 出してるんですけども、一応そ計算量のことを言っておきます。今、N がジョブの総数であるとすると、初めのこのジョブを短い順に並べる、処理時間が短い順に並べるっていうのは、いわゆる処理時間っていう数値を相当しているだけです。で、相当は皆さんご存知かどうか分からないけども、オーダー N ログ N 時間でできるってことになってるので、まあ、それに従いましょうということになってます。で、それができたら、あとはその順序に従ってジョブを置いていくだけなので、それはまあ1個一個置いていく、1つ置くのに定数時間がかかるとして、オーダー N 時間でできますという形になります。 だからまあ全体としては、オーダー N ログ N プラスオーダー N という形で、オーダー N ログ N 時間で、これは動きますよという形になります。で、ちょっと、えっと、この講義では、講義というか、この半年のこの講義ですね、では、 ちゃんと言っておきたいのは、実はというか、この計算量っていうのは、計算モデルに依存する概念なんですよね。だから、計算モデルっていうのをちゃんと言わないと、このなんか計算量とかって言ってるものは意味がないんですけども、まあ、これは第4回、だから自治会で扱う予定なので、そこまではなんか、ふわふわとここら辺の計算量は思っておいてくださいということになります。で、まあ、皆さん一応、なんか、ふわふわとは、なんか、相当っていうのは N ログ N オーダーでできる。 だって思ってると思うので、まあ、そのふわふわとしたあの理解で今のところは大丈夫です。で、まあ、この、えー、SPT ですね、この規則に従って並べることによって、もう一度言いますと、1機械の総完了時刻、最小化は解けますし、計算量は N ログ N のオーダーになるということになります。いいでしょうか。はい。だから、まあ、あのプログラムを簡単に書けると思います。まあはい、で、これが、 初めの話です、ね、総完了時刻の話話でですすね時刻けども次に、えー、と最大納期ずれ最小化の話をしていきたいと思います。これもですね、相当するとすると解ける問題になってます。で、どういう問題だったかってことをお伝えするんですけども、最大納期ずれ最小化、LMAX っていう問題なんですけども、その時には各ジョブの処理時間に加えて、各ジョブには納期っていうのがついてます。 今、例えばこの J3 というジョブがあるんだけども、この J3 の,の長さは処理時間なんだけども、このか D3 というのがあって、これが J3 と,、えー、と,というジョブの納期であると。で、まあ、気分としてこの,の納期までに J3 というジョブは完了していてほしいっていう、まあ、気持ちがあったわけですね。でそういうものがこの最大納期ずれを考える場合には、この納期というのは各ジョブについてきます。で各ジョブの 納期ずれって何なのかっていうと,、えっと、納期よりも完了時刻が遅れていると正になって、その遅れの分だけの時間が正になって、早まっていればその早まっている分だけ負になるっていう量です。今、この J1、J2、J3 っていうこの順で処理した場合、このような形で納期がついていると、J2 っていうジョブはちょうど納期のところで、えっと、完了してますから、J2、えっと、の,の、えっと、納期ずれ、L2 っていうのはこれゼロであると。 一方で J3 というジョブは納期よりもだいぶ遅れて、えっと、完了していてその8単位だけ遅れているので、えっと、J3 というジョブの納期ずれ L3 は8であるというふうに思うとで J1 というジョブは納期 D1 に比べて割と早く終わっているのでその場合はこのなんか16分だけ早く終わっ,終わっているのでマイナス16というのが納期ずれとして出てくるというふうに思ってください ででこのときに最大の削れって言ってるのは、この数値の最大値です、マイナス16、0、8の最大値、この場だから8ですね。っていうのが、このスケジュールにおける最大の削れになります。ですからだから、脳削れが一番大きいところを見るというのが最大の削れです。でこれはもちろん、もちろんというか、えー、とこれはスケジュールによって変わる数値なわけです。 で別のスケジュール見てみましょうと。J3、J1、J2 の順で並べると、これは、えー、と最大納期ずれが5になって、J3、J2、J1 の順で並べると、最大納期ずれが2になるという形になるわけです。で、これは、まあ、遅れは遅れた、ずれは小さい方がいいですよねというふうに思うと、最大納期ずれを最小化したい。だから、まあ、そ最大納期ずれを最小化するという意味では、この3つの中で一番下のスケジュールが一番よろしいということになるわけです。でそういうものを見つけたいと。 まあ、これが最適かどうかちょっと今わかんないんですけども、まあそれを見つけたいということになります。こういう問題を扱ってきますけど、それはいいですかはい。で、これはどういう図を書くのかっていうと、そもそもこの納期ずれって何なのかっていうことをちょっと思い出すというか、これ前回ちょっと書いた図なんですけど、これ何なのかっていうと、えっ、ー、と、これですね、なんかシグマっていう、そのなんかスケジュールがあったときに、そのシグマっていうスケジュールにおける J 番目のジョブの納期ずれっていうのは、 その、えっと、スケジュール、シグマにおけるジョブ J の完了時刻から納期を引いたものですよっていう、こういう式になるわけです。で、今、この、これ、プロットなんですけども、これは横軸が CJ で、縦軸が LJ になっているような、えっと、プロットで、この各直線っていうのは何なのかっていうと、例えば今、この一番上の直線、これっていうのは、これは、えっと、C3-D3 っていうのをこれ書いてる。つまりこれはだから L3 なんですけど。 っていうのを表しててる直線になってますだから横軸が、えっと、そのジョブさんの、えっと、完了時刻で縦軸が、えっと、ジョブさんの納期ずれを表しているというふうに、でっていうのをこの直線が表しているというふうに思うというふうになります。でそうすると今ですね、ちょっとこれ書いたものを消したいんですけども、消せないですね。書いたものを消す、消すというのがこうあっ でソースの時にですっ、ねえー、と、例えば上のようなこうスケジュールがあったらしましょうと。でそうすると、J3 ていうその3つ目のジョブっていうのがここで終わっているので、これ管理の時刻ここですね。管理の時刻ここです。でその時の、えー、とこの J3 の納期ずれていうのがちょうどここの部分で L3 の時刻が出てくるというのがこ,うこの図から分かるわけです。ですかで同じように J1 の管理の時刻こ,こ見ると、この、えー、とジョブ1に対する直線、これ。 そうするとこ、こうやってえっと見ることによって、J1 の完了時刻におけるえっと納期ずれは L1、ここですよと。まあ、負になっているというのがわかると。こういう形ですね。J2 に対しては、ここに納期があるので、その納期ずれはここでこ L1 で出てきました。こういう形になっていると。でえっと、最大納期ずれはこの L1、L2、L3 の最大値です。だからこの場合この L2 っていうのがこの最大値、LMAX を達成しているということがわかるわけです。いいですか そういうふうに見てくださいと。で、まあ、今はこの,このスケジュール考えてるんですけども、じゃあ別のスケジュールを持っていきましょうと。まあ、こんな感じ。まあ、ちょっと J3 から始めて、J3、J2、J1 の順で処理したとしましょうとで。そうすると、納期ずれ、これ変わってくるわけです。まあ、J3 の、えー、と管理の事項変わらないので、J3 の、えー、と納期ずれは変わらないんですけども、ただ J1 の納期ずれは、もともと上のスケジュールでは、 ここら辺にあったので、負だったんですけども、今、この下のスケジュールだと、えっと、J1 の回路、えっと、時刻、右の方にこれ、来てますから、えっと、見,る見ると、ここですね、ここに L1、えっとっていうその新しい下のスケジュールにおける納期ずれが出てきてるということが分かります。新しい方はちょっと色が分かりにくいかもしれませんが、パープルで書いてます。パープル紫で書いてます。です、ね、J2 の回路時刻、新しいのがここになって、その納期ずれがここに出てくると。こういう形になってくるわけです。 そういう形で、まあ、この図を見ると、でえー、とその場合は最大納期ずりは L1 で達成されるという形になっていますで。そうするとですね、この今、上のスケジュールと下のスケジュールを見ると、下のスケジュールの方が最大納期ずりが小さいので、下のスケジュールの方がい、e、いですということになります。で、これは、この下のスケジュール、どのように得ているのかってことは、先に言うと、今、ですね納期が小さい順に D3、D2、D1 と並んでいるわけです。でこの上の上 上のとかこれ下のですかね下の新しい方のスケジュールはどうやってるかっていうと、納期が早いジョブから順に処理しているて形になっています。納期の早い,順早いジョブから順に処理しているて形になっています。で実は、そうすると必ず最大納期ずれが最小のスケジュールが得られます。ということを今から説明していきます。ですから、もう一度言いましょうかね。納期が早いものから順に処理していくと、最大納期ずれが最小の、えー、とスケジュールが得られます。で、この例は例なんですけども、 今これ、アイデアとか言っときながら結論を言ってしまったんですけども、納期の早いジョブから処理するというのはそうなので、実際にそれで最適なスケジュールが得られることを説明していきます。じゃあ、先ほどのジョブ交換論法と同じことをしましょうと。今、J1 と J2 っていうのがあるんだけども、えー、J2 の方が納期早いとしましょう。で、今、なんかスケジュール考えて、納期の早い順ではないスケジュールになっているとすると、このなんか納期順になっていない部分がなんかこうあるわけです。それで、J1 と書いてますと。 そうすると、まあ、J1 の管理の時刻、ここで納期ずれ、ここに出てくると。J2 の管理の時刻、ここで納期ずれ、ここに出てくると。とこんな形になっています。で、この時は、このスケジュールにおける最大納期ずれは L2 であるか、あるいはそれ以上です。じゃあ、今、これは納期順になってないので、ここを交換して、納期順になっているような、とこの2つに関して。 納期順になっているような、えっと、スケジュールを考えましょう。他のところは入れ替えません。ここだけ考えましょうと。で、交換しました。でそうすると何がいられるかっていうと、ここに書いてあるように、その、えっと、J1 とか J2 の、えっと、納期ずれが変わってくるわけです。まあ、同じかもしれませんが、あのまあ、この図では変わってます。で、ここで何を見てほしいかっていうと、まず、えっと、だから今,今考えたいのは、えっと、この下の入れ替えた後の、えっと、 スケジュールにおける最大納期ずれなんですけども、その前に、この J1 と J2 の納期ずれがどのように変わったのかってことを見てみましょうと。でそうすると、J1 の納期ずれはこれ、あの大きくなってます。J1 の、えー、となんだっけ、えっ、ー、と、完了時刻が右に、右に動いてるからですね。で、J2 の完了時刻は左に動いてるので、J2 の、えー、と納期ずれは小さくなってるわけですね。L2 は下に動いているんだけども、L1 は上に動いていると。 いうことになります。だけども、今、我々が気にしているのは最大の削りです。最大の削りでここで重要なのは、もともとの上の,方のえっの、と、スケジュールにおける最大の削りの可能性がある L2 を見ると、下の方のスケジュールでは、この L1、L2 っていうものが、このもともとのスケジュールの L2 よりも下に来てるわけです。だから、この図においては、下の方の、えっと、 スケジュールの最大納期ずれは上のスケジュールの最大納期ずれよりも大きくはなりません。この例ではね。で、実際にそれは、えっと、一般的に言えて、それを図で説明しようと思うんだけども、まずか着目したいのは、この J1、J2 ってこの束で見たときに、それらが終わる時刻に着目しましょうと。ここですね。で、そうすると、それらが終わる、完了する時刻に応じてそ、そこで終わっているジョブの 納期ずれが出てくるんですけども、今、J2 と J1 を比べると、J1 の方が納期が遅いので、今、ここのえっと最後に終わっているジョブの納期を比べると、その下の方のえっと納期の順に処理している方のジョブのョ納期ずれの方が、必ず上の方の納期ずれ以下になるってことが分かります。この直線が 元々もともとのものよりも下にあるっていうのが、この納期の順にこの処理したってことからわかるということになります。いいですかだから、こことここを比べると、必ずこの紫のほうが下になるということが言えます。納期順に処理してるから。で、一方で、じゃあ、この、もう一個のほうです、ね、このエロリの方は必ず、もともとの、えっと、 L2 よりも新しい方が,これこれが下にあるんですけど、それは先ほど言った通りで、なぜかというと,と、J2 を処理する時刻が早くなっているから、必ずえっと納期ずれは、もともとの L2 の納期ずれよりも新しい方が下に来るということが分かります。ので、この新しい方において、このもともとの L2 の,の納期を新しい方の,あの納,期納期ずれを新しいスケジュールの納期ずれが上回ることはないので、最大値は。 えっと、新しい方において、もともと最大値よりも大きなことはないということが言えます。つまり、えっと、元,の元のものが最適であったら、下の方も最適であるということが言えるということになります。ということで、納、えっと、基準に処理をすればよろしいということが言えるということになります。いいですかね、ちょっとこれ図だけでやってると、なんか。 伝わってるのかどうかよく分からなくなってるんですけども、まあ、あの文章でも書けますので、あの不安な人はちょっと自分で文章で書いて証明ううをしてみてください。今言ったえっり、えー、とこの LMAX ですね、これをその最小化したいという問題においては、納期が早い順にジョブを並べて、その順に従ってジョブを処理すれば、最適なスケジュールは得られます。はい、でこれを一応、最早納期優先規則といったりします。これ、e ar、Arliest Due Date。 のまあ、日,本日本語訳がまた合ってるかどうかわからないんですけども、まあ、大体こうやって訳されると思うのでそうやって言ってます。e ー r l i e s t due date ですね。で、まあ、edd と今後訳すことがあってこれ今後ちょっとこのなんか納期が出てくるときにはよく使うので、えっと、またそのときには言いますけども、えっと、納期が早い順に並べることを edd と言ったりします。一応このこ 読み柄書いてるんですけども、なんか私、なんか、ある研究会でこれをあのこの、この漢字の並びをですね、もはや納期優先持族と呼んでる人がいて、それはないだろうと思ったんだけども、もはやって福祉でしょうと思ったんですね。まあ、それを置いといて、まああの、だからちゃんと振り柄を打って、これ、最層と読んでくださいと。最も早いものから並べると。もはやとはちょっと読まないと思うんです。まあ、読む場合がありますけども、ここでは読まないと。自動音声読みわけじゃないんだからと。<laughs> まあそれを置いといて。ということで、 まあ計算量は初めに並べるだけなので、そこは普通の相当で N のゲーム時間。で、最後は、ただその相当したものに従って並べるので、N のゲーム時間で全体で,できますということになります。いいですかね。はい。だからまあ、気分としては、先ほどのその、えっと、相関量時刻の場合も、この最大の置きずれの場合も、 まあなんかその何かに従ってジョブを並べて、その順に処理すればおしまいですよって感じのえっと話で、割と単純な話になっています。証明はちゃんとやらないといけないですけども、まあ、一応あの図で説明したつもりになっているということになっています。はい、で、この補足の,の話は、ちょっと休憩の後にしましょうかね。で、えっと、今日はあともう一つ。えっと 納期遅れジョブ数最小化っていうのをこの休憩の後にやりたいんですけども、それはちょっとややこしいんですね。で、それで、を後の時間でやっていこうと思います。はい。では、えっと、っと補足があるんだけど補足もちょっと休憩の後にしようと思うので、じゃあ、まず休憩を先にして、じゃあ、ちょっと3分間休憩をしますので、じゃあ、3分の休憩を始めます。すいません。ありがとうございます。 ははいそれでは休憩終わりまして、続きを始めていきます。まずはあの補足からちょっとやるんですけども、先ほど、そのあまずですね、ちょっとさっき、もしかしたら、あの納期遅れと納期ずれっていうのをです、ね、あの言い間違えて、納期ずれと言っていたかもしれませんけども、一応、納期遅れと納期ずれは、ですねあのちゃんと分けて使うことに前回なっていたはずなんですけども、先ほど、もしかしたら納期遅れのことを納期ずれと言っていたかもしれません。すみません、納期遅れに直しておいてください。で納期遅れの話を今していたんですけども、えっ、ー、とですね、 なんなのかというと、えー、とこれですね、えー、と補足で、えーと、この性質がないと、2つは同値ですよって言って,言ってるんですけども、遅れジョブ数がゼロのスケジュールが存在することと、この EDD ですね、この納期順に、納期が早い順に並べたスケジュールの最大納期遅れがゼロ以下になるってことが同値ですで。これちょっと後で使うので、ちょっとこれを、えー、と一応証明しておきましょうと。えー、とじゃあ、まず右から左なんですけども、えー、EDD の最大納期遅れがゼロ以下。 だったら、こ,れこのときにはどのジョブももう遅れてないわけです。だから、えー、と遅れジョブ数はゼロです。だから、この AEDD っていうのが遅れジョブ数ゼロのスケジュールになってます。ので、OK です。そのまんまです。こちら、これ簡単な方向なんですけども、えー、と逆の方向ですね。遅れジョブ数はゼロのスケジュールがあるとしましょうと。で今、これ、シグマとします。で、まあ、シグマっていうのがあるんだけども、これがそもそも納基準にな,なってるんだったらこれを、このシグマっていうのが EDD。 だから、このシグマっていうのがなな、なんか、脳基順に、なんか、納基準を違反している部分があるようなスケジュールだとします。でそうするとまあこんな感じ、この下の図のような形になっていて、納基準の場合には、ジョブ2の方が先に処理されないといけないんだけども、えっと、このシグマでは、ジョブ1の方が先に処理されているとしましょうと、仮定しましょうと。で、この時には先、先ほどのジョブ交換論法というものを使って、g、え、1、っと GA2 の処理の順番を変えてみます。 でまずポイントは何なのかっていうと、えっと、シグマにおいては遅れジョブ数がゼロなので、このシグマにおける J1 と J2 の、えっと、納期遅れっていうのはゼロ以下になってます。だから、この、まあ、原点から、この下のところに、この L1、L2 っていうこの赤い方がこうあるということが分かるわけです。でで先ほど言った通り、この J1 と J2 を入れ替えると、この上の方の,の L2 ですね、こ,っちこれよりも大きな、えっと、納期遅れが、 下のこの新しいスケジュールにおいては、ええっと、出てくることはありません。なので、この新しいこの納期遅れっていうのは、必ずこの L に前の、入れ替える前の最大納期遅れ以下になってます。ですかね。 なので、この入れ替えた後の最大納期遅れも必ずゼロ以下になるということが言えます。ということを繰り返すと、そのジョブ、えー、と納期順になっていないところを順番に入れ替えていくことによって、えー、EDD のスケジュール、その納期順になっているスケジュールが得られて、その最大納期遅れもロ以下であるということが保たれるということが分かるわけです。という形で、ジョブ遅,れ遅れジョブ数がゼロのスケジュールがあったら、それに対してジョブ交換論法を適用することによって、必ず EDD の最大納期遅れがロ以下であるということが補証できます。ので まあこの前に言っていたこの性質は成り立つということになります。はい。で、これなんで、もうこれ補足したかっていうと、次にやりたいのは、この遅れジョブ数を最小化したいっていう問題だからです。で、それをやっていきましょうと。で、これがですね、ちょっとややこしくって、まあ、ムーア・ホジソンなアルゴリズムとかって言われたりするんですけども、もうなんかなんか、まずこの人名がつくアルゴリズムっていうのがですね、まあ、これはちょっとこんなこと話せると終わらないんで、えっと、えっと、をやっていきます。でですね、これがですね、 ややこしいんですね。で、ややこしいなと思っていたんですけどもですね、最近ですね、2021年、千二十年最近と言ってしまう私の感覚もどうかと思うんだけども、2021年ですね、シンプルプルーフというのは手だなるほど、これは素晴らしいということで、これに従って説明をしていくと、多分ん30分間で説明できますということになるので、これに従ってやっていこうと思います。はい。で、まず納期遅れ、ジョブ数って何なのかっていうと、まあ、言葉通り、完了時刻が納期よりも、 後にあるジョブの数を数をえますすとということです例えば今この J1、J2、J3 というふうに並べたときにこの場合は J1 っていうジョブの完了時刻は納期よりも前にあるので J1 は間に合ってます。J1 は間に合ってます。だけど J2 と J3 はその完了時刻が納期よりも後にあるので J2 と J3 というジョブは納期から遅れている間に合ってないジョブだと思いましょうと。で、そのこの U って書いてあるのはその U1。 1>, 1番目のジョブ、ジョブ1が間に合ってれば0、間に合ってなかったら1っていうなんか数値を取るものだと思ってください。そうすると、1番目は間に合っていて、2、3間に合ってないから、U1 は0、U2、U3 が1で、このとき、えっと、農局でジョブ数って言ってるのは、この U の割になって、この場合2になります。じゃあ、もっと少ない数のジョブしか送れないような再スケジュールありますかってことで、ちょっと他の例を見てみましょうと。こんな感じ。例えば、何かちょっと、 間違っっててしま J3、J2、J1 ので順で処理することにしてしまうと、これは全てのジョブが遅れるジョブになってしまって、この納期遅れジョブ数が3になってしまいます。で、一方で、まあ、J2、J1、J3 という順で処理すると、えっと、J2 は,は間に合っている。J1 も間に合っているんだけど、J3 だけ間に合わないという形になって、えっと、納期遅れジョブ数が1になりますと。だから納期遅れジョブ数の観点からいくと、まあ、一番下のスケジュールが一番よろしいと。 ということになります。ですかね。ということで、た、まあ、多分これが最適なんですけども、まあ、そういうものを見つけたいという話になります。で、これはですね、ちょっとややこしいんですね。で、ややこしいけどやっていくと。で、えー、っと、これはですねあの、そうとするだけではちょっと解けないんですね。で、ちょっとそれはちゃんとなんか例を持ってくるべきだったかもしれませんけども、解けないので、えー、っと、もう少しなんかいろんなことを、この問題のですね、性質を。 見出していいいかないと解けなとけんです、ね、あ初回、前回言った通り、この問題の構造をですねしっかりと理解することによってアルゴリズムを作ろうという立場にいるわけです。で、1つ目の観察、これはですねかなり直感的です。まあ、一応読んでみますね。今、スケジュールシグマっていうのがあって、スケジュールっていうのはこの場合、この場合この並,び並び順です。自分の並び順です。で、スケジュールシグマにおいて、このなんかジョブ JJ っていうのがもうなんか間に合わないジョブ、納期を遅れているジョブになっているとしましょうと。 でその場合には、この JJ の完了を今持っているシグマよりも遅くしても、この JJ っていうジョブは、その新しいスケジュールでも遅れたまんまです。ですで、ね、に遅れている状況から、もっと遅く完了させても、それは遅れたまんま、当たり前ですね。 今この例でいうと、だから J3 っていうジョブはすでにこ納期から遅れてますから、J3 っていうジョブはこの今、シグマっていうスケジュールで遅れてるジョブなんだけども、その J3 の処理を後ろに持っていっても、これ遅れたまんまです。当たり前ですね。<laughs> いいですよね。で、これは何が重要かっていうと、ここに秘けつがあって、遅れジョブはどれだけ遅らせても罰は変わらない。これ、皆さんのこの日常感覚に似てますよね。一旦あのレポート提出締め切りを。 過ぎてしまっだからそれはもうなんかもうあの完了する必要もないジョブだからここでなんかここにもやる必要さないんだけども、まあ、一応まあスケジュールの定義として全部こう並べないといけないんで一応書いてますけどもだから遅れたジョブはだからもう遅れると分かってしまったらもう,なんかもう処理しなくていいんです。 これちょっとなんか倫理的に問題ありますけども、えー、とまあそれ置いといて、まあ、この遅れジョブ数最小化という観点から言うと、それが正しいです、通学的には。倫理のことはあんま考えませんけども、通学的には正しいです。だから、何をしたいかっていうと、もう遅れると分かったものは無視です、無視します。もうなかったものとしましょう。これ、皆さんの日常感覚と似てると思うんですけども、遅れるとも分かったものは無視して、遅れないものをちゃんと並べて、遅れないようにしたいってことを考えたいわけです。 だから、それを思ってこういうことを考えましょうと。何なのかっていうと、ジョブがたくさん与えられてるんだけども、これは間に合わせるジョブと,とするもの、これはもう遅らせて、無視するジョブとするものを分けます。分けますで、間に合うと決めたものは間に合うんだから、間に合うんだったら、間に合うんだったら、それは先ほどの観察というか補足があった通り、間に合うんだったら、それは EDD で処理して、間に合わせることができるはずです。 で遅れるジョブは、そもそもまあ処理しなくてもいいんだけど、もう処理しないとスケジュールにならないから、一応、その間に合うジョブを全て処理した後にまあとに遅,遅ればせながら、一応処理しておくということにします。っていうふうに、間に合うジョブと遅れるジョブっていうのを分けてあげるってことが重要で,で、この遅れるジョブとして分類するものが小さければ小さいほど良いと、少なければ少ないほど良いという立場。 って考えるというふうふにしますで初めに間に合うジョブと遅れるジョブを分けてからやりましょうってやるとこれは大変なのでこの間に,合う間に合わせるジョブと遅らせるジョブっていうのを逐次的に決めていきます。ってことをしたい。ですね。だからこの遅れるジョブと決めたものの数が小さくなるようにしたいってことをやっていくんですけどもで一応先にアルゴリズムを言います。 えっと一応 ED D、EDD 順の納期が早い順に処理しようとしてみます。してみますでもしかしたら EDD 順でどのジョブも遅れずに処理できる可能性があります。でそうすれば遅れジョブ数はゼロになって、ハッピーというとなるわけです。最適値ゼロということなるんだけども、えっと、そうならない可能性もあります。どこかでこう並べていくと、あるジョブが遅れてしまうってう可能性もあります。で 何をするかっていうと、一応、ED d 順でジョブを処理しようとするんだけども、納期に間に合う限りは、今こう処理しているジョブは仮に間に合うものとしましょうというふうに覚えておきます。で、その順にこう処理をしていくっていうふうに仮に思っておきます。だけども、あるジョブをこの ED d 順で処理しようとしたときに、納期に間に合わないものがなんか生まれてしまう可能性があります。で、そうすると、今までのこの仮に間に合うジョブとしていたものも、再考するわけです。本当にこれは間に合わせるとしてよかったのかなっていうふうにちょっと。 反省するわけです、す今までこの割り当ててきた、仮に間に合うジョブとしていたものの中で、処理時間最大のものは、これはちょっとなんか荷が重いから、これはもう間に,合わ今間に合わないものが1つは出てきてしまうんだから、そこからえっと1つ遅らせるんだったら、一番その処理時間が重いものを遅らせることにしましょうというふうにして、それを仮に間に合うジョブの中から取り除きます。 取り除いてそれを遅らせるジョブにしてしまいます。ってことを続けてきます。でそれで EDD 順に全部そのジョ,ブジョブを見ていきますこれ。これ後で例やりますけども、見ていきます。でそうすると、最後まで行ったときに仮に間に合うジョブとして残ったものと遅らせると決まったものが残りあの分かれますで。仮に間に合うとしたものは最後までいったらそれは間に合うジョブとして全部処理する。EDD 順で処理すると。で遅らせるとしたものは 最後に、まあ、あの遅,れ遅ればせながら、全部任意の順に処理するというふうにしますというのをちょっと処理で、えっと、例で見てみましょうと。こんな感じ。今ですね、えっと、これですね、なんだっけ、納期が D3、D4、D2、D5、D1 というふうな順に並んでいるとすると、EDD、その納期順でもしえっとジョブを処理しようとすると、J3、J4、J2、J5、J1 という順になることになります。で、このアルゴリズム、ムーア・コジソンのアルゴリズムでは、この順に処理しようとしてみます。 だからまず J3 を処理しようとします。で、このときには、この J3 の完了時刻は、納期 D3 よりも前にあるから、この J3 はこれは間に合ってます。で、これは仮に間に合うとします。で、次、J4 を処理しようとします。そうすると、これは納期をはみ出てますね。J4 が。だから、これ今、J をこれ間に合ってないわけです。で、間に合ってないときにはどうするのかっていうと、仮に間に合うジョブとしているもの、今これ J と J、J3 と J4。 2つあるんだけども、この中で処理時間最大のジョブを遅らせるジョブとして決めます。で、J3 と J4 の処理時間を見ると、J4 の方が大きいので、J4 はもう遅ら,せ遅らせることに決定、で遅れるジョブの方に動かしますというふうにします。ただからこの、このこの,時この時には、J3 か J4 のどちらかは必ず遅,れらせ遅らせなくちゃいけないということが分かるので、まあ、それだったら、処理時間が長い方を遅らせましょうというふうにするという気持ちで,気持ちでいてください。 で次、J2 を処理します。で、ここの続きからやっていきます。でそうすると、J2 は納期間に合ってますから、これは仮に間に合うジョブとします。次、J5 を処理します。でそうすると、J5 の完了時刻は D5、納期を超えてますから、J5 間に合いませんということになります。でそうしたら、仮に間に合うジョブ、今これ3つあるんだけども、この中から一番それ時間が最大大きいものを遅らせるジョブにします。でこの場合は、J2 が一番長いので、J2 を遅らせることにしましょうと。と そうすると、J5 の処理時間は、処理時刻、処理開始時刻が前に詰まってきます。こういう形になります,です、ね。で、次、J1、最後のジョブを処理しようとします。そうするとは、J1 の完了時刻は納期よりも前になるので、これ間に合っていると。で、これで EDD 順, ED 順に見ていくというのは終わります。で、そうすると今、仮に間に合わせるようにしたものは全部間に合うということが決まったので、これらは間に合わせるジョブ、そのままになります。 であとの2つは、これも遅らせると決めたので、今、この間に合っているジョブのにまに任意の順で置いてあげるというふうにします。でそうすると、間に合っているジョブが3つあって、遅れているジョブが2つという形で、このアルゴリズムが終了するということになります。で、この時に、どのように並べても、この遅れるジョブの数が2を下回ることはない、つまりこれが最適なスケジュール、その遅れジョブ数最小化の意味で、最適だということが言えます。 うん <laughs> んですね、まずこのアルゴリズムのう動きはいいですかこうやってやっていきます。だからこの注目するのは、なんかこの並べていって遅れたものが出たときに、この J5 を取り除くんじゃなくって、この仮に間に合わせたものの中で一番処理時間が長いものを取り除くってことに注意をしてください。ですか。だから仮に間に合,わせ間に合いそうだったなと思ったんだけども、ちょっと残念ながら最終的に遅れることになるかもしれません。ということです。 でこれが最適なんですね最適ある、最適スケジュール、その遅れジョブ数を一番小さくするスケジュールの一つです。なぜかってことを今から話していきたいと思いうことになります。で一応、これはムーアの論文に書いたって、なんでムーア・ホジソンと呼ばれるのかっていうと、まあ、ムーアの論文にホジ,ソンホジソンが考えたと書いてあるから、そういうふうに書いてあいうことになるんですけども、まあ、だから、論文はムーアの論文だけども、一応、ムーア・ホジソンというふうに二人とも名前を挙げていることが多いと思います。 ムーアのアルゴリズムと呼ぶ人もいるかもしれませんが、まあ、それは置いといて、このアルゴリズムは必ず最適スケジュールを与えるということを今から説明していきます、まあ、証明していきます。で、これがこのショートプルーフに従ってやっていくんですけれども、このショートプルーフはですね、最適値に関する機能法っていうのをやってます。これがですね、今までの人、思いつかなかったんですよね、なるほどと思ったんですね、私もね、これはなるほどと思ったんですが、まあ、それを置いといて、えーと、最適値、これは今は、えー、と遅れジョブ数を最小化しようとしてるで、ね、最適値っていうのはこれ必ず整数になります。 これがポイントで、変な実数値を取るような最適値だったら、機能法はできないんですね。だけど、これ整数値しか取らないので、えー、と機能法ができます。で、最適値に関する機能法をやります。つまり、何なのかっていうと、えー、と最適値が0の状況が与えられたとします。でそのときに、ムーアコジソンのアルゴリズムによって、ちゃんとこの最適値が0だってことが言えるかっていうことになるんだけども、ムーアコジソンのアルゴリズムは、ちょっと戻ると、初めにこう ED 順で処理しようとするわけです。 で先ほど観察があったんですけども、性質、EDD で,あれで遅れジョブ数ゼロのスケジュールが存在するんだったら、EDD でそれが達成されるわけです。で、今は、期待的値ゼロだって分かってるんだから、遅れジョブ数ゼロのスケジュールが存在するわけです。だからそれは必ず EDD で達成されて、無和ホジソンのアルゴリズムは EDD 順でジョブを処理しようとするんだから、それは動きとしては、EDD 順で処理するのと無和ホジソンがの動かし方は、 一致しますだから、ムーアホジソンのアルゴリズムで必ず最適値0の、最適値0っていうのは、えっと、遅れジョブ数0のスケジュールが得られるということが分かります。いいですかでここで先ほどのこの補足を使っているという形になります。1回まず使っています。あとでも使うんですけども。で、これは最適値に関する機能法の始めの段階で、次にこの最適値、最適、えっ、ー、と、機能法のステップを踏んでいくんですけども、まずこの最適値が t のときに正しいとしましょうと。ムーアホジソンのアルゴリズムによって、 最適なスケジュールが得られると仮定しますで、最適値が t プラス1のときにもムーアコジトのアルゴリズムによって最適なスケジュールが得られるとい,ということを証明したいわけですね。で、ここでですね、仮定です。仮定をしましょうと。今ですね、えっと、なんかその、無アコジトのアルゴリズムはその EDD 順で処理しようという気持ちがあるので、もう初めからこのなんかジョブが EDD 順に並んでいることを仮定しましょうというふうにします。まあ、これは相当すればこれできるので、仮定できるのでそういうふうに仮定します。でよくですねこの一般性を失わずにと言ったりしますけども、まあ、ここでも一般性を失わずにそう仮定できるということになります。で一般性を失わずにという日本語がこの仮定のところに入らなかったので、 WLOG と書いてますけども、これはまあ英語の Without Loss of Generality の略で、版、まあ、書とかでは一般性を失わずにと日本語で書かずに WLOG と書いたりするので、ちょっとここでも、えっと、ここでも、で以後あの、スペースを節約するために一般性を失わずにっていうのを WLOG と書いたりすることがあるかもしれません。Without Loss of Generality です。だから一般性を失わずに、まあ、納期がいう字順に並んでいるというふうに思ってくださいと。 そういうふうに仮定して構いませんと。で、今、このムア・ポジトンのアルゴリズムを動かすんですけれども、最適値 t プラス1、1以上なので、必ずどこかで遅れるジョブが生まれてきます。なので、この EDD 順, ED 順に並べるときにどこかで遅れてしまうジョブというか、その、えー、と納期に間に合わないジョブが出てきます。で、そのジョブ、初めのジョブを JK と置くことにしますだからその K 番目のジョブで EDD 順に並べたら初めに遅れるとします。 そういうそ時代、これ K です。で、ムーアポジトのアルゴリズムでは、そういういとこそれが起きたときに、仮に間に合うとしたジョブの,の中から一つジョブを除去するんですけども、そのジョブを JM とします。この K と M は特殊な意味を持っていると思ってください。で、はじめに M というのは、マシンの数、機械の数で使うんだと言ったんだけども、今は機械が1台しかないので、ここで M を使ってしまいます。よくありませんね。だけども、使います。 今これ下の例なんですけども、この例では J3 まで並べたときに初めて遅れるので、K は3です。でそのときに J1、J2、J3 の中から処理時間が一番長いものを取り除くので、JM、だから M は2になります。これを取り除くということになります。いいですかね。でこ,のこの K と M っていうのが、今から大事な役割を果たすということになります。ここまでいいですか、まあ、忘れたらもう一度言います。 でこの補題とかいうのを出すっていうのが、証明が長くなる有限なんですけども、まずこれを証明します。これを今から、えっと、言ってきます。何なのかっていうと、最適スケジュールとして、JM が遅れるものが必ず存在します。だからその、無アポジトなアルゴリズムは、JM を取り除いて遅らせるとい言ってるんだけども、それ,それ,のそれがその正当であることをこの補題で言います。 JM を,を送れるジョブとするような最適スケジュールは必ず存在してますで。どうするかというと、どうやって証明するかというと、任意の最適スケジュールを持ってきて、それをです、ね、そのジョブ、そのスケジュールから JM を送れるようになんか変更していきます。このシグマというのを。で、そこから、このシグマから JM が送れる最適スケジュールを作っていきます。でどうするか。 今、この任意の最適スケジュール、シグマがあるんだけども、このシグマにおいてそ、そもそも JM が遅れてるんだったら、このシグマっていうのが JM が遅れるジョブとなる最適スケジュールであるので、証明終わります。ですかこのシグマ自体がこの上で言ってる最適スケジュールになるわけです。だからそうじゃないとしましょう。つまり、シグマにおいて j m が間に合っているとします。で、状況はこんな感じですね。シグマっていうスケジュールにおいて、JM の完了時刻は、JM の完了時刻は m、M JM の納期よりも前に来ているというふうに仮定しましょうと。で、JM はどういうふうに定義したのかっていうと、JK っていうジョブを置いたときに遅れ,遅れる、初めて遅れたときに取り除かれるジョブが JM でした。っていうのが、その EDD 順においておおおあの起こることだったわけです。ですね。で、ここで何をするのかっていうと、今、JK を、だから EDD 順で並べているときには、JK を、えー、っと、 処理したら間に合わなかったわけなので、えっと、この、えっと、1番目のジョブから K 番目のジョブの中のどこかには必ず間に合わないジョブが存在します。でそれは遅れるジョブなわけです。で、遅れるジョブは後に回してもいいんだけども、まあ、それを置いといて、つまり今、ここにいたの何なのかっていうその1番目から K 番目のどこか、それをま R 番目としましょうと。で、その R 番目のジョブ,ジョブが必ずえっと遅れているということが分かるわけです。 もう一度言いますね J1 から JK の中あ、ごめんなさい、J1 から順番に ED d 順に JK まで置くと、JK が遅れるので、シグマにおいては、その中のどれか1個は必ず遅れてます。いいですかね。それらを間に合わせようとすると、全部この間の中に入れ,ようとす入れる必要があるんだけども、それはできないわけです。今、D1 か DK は、納期順に並んでるから。 でそれを今、JR としましょうと。R 番目のジョブとしましょうと。で、何をするかっていうと、この JM と JR を、JM と JR を入れ替えたスケジュールを作ります。でそれを今、シグマプライムとしたいんだけど何なのかっていうと、JM を、シグマでは間に合っているジョブであるんだけども、それをシグマプライムで遅れるジョブとします。で シグマでは JR は遅れてるジョブなんだけども、シグマプライムで新しいスケジュールでは間に合うジョブとするようなスケジュールを作ります。ででイメージはこんな感じです。今、えっと、シグマにおいては JM は間に合っていて JR 遅れていると。で、シグマプライムでは JR が間に合っていて JM 遅れてると。とこんな形にしたいと。でそうすると、今、遅れてるジョブの数はシグマとシグマプライムにこれ変わらないわけです。いいですか。これあの 間に合う遅れてるっていうのを入れ替えてるだけなので、ままあえっと、遅れてる部分の数はシグマとシグマプライムで変わりません。で、一方で、シグマっていうのは最適なスケジュールだったので、シグマと同じ遅れジョブ数を持っているシグマプライムっていうのも最適なスケジュールなわけです。いいですかで、問題は何かっていうと、本当にこんなシグマプライムっていうスケジュールは存在するのかってことなんですね。その JR を間に合わせて JM を遅らせるようなスケジュールって本当にありますかってことは問題で、これをちゃんと今から言ってきます。 で、それを言うときに、今、これ、シグマプライムってこ作ったんだけども、JR と JM を入れ替えると言ったんです,です,ですが、まあ、この JM があったところに JR を入れるわけじゃなくて、この間に合ってるところは、えっと、一般性を失わずに EDD 順に並んでいると仮定してよろしいです。ここは全部間に合ってるんだから、先ほどの補足から、その部分は EDD 順に並んでいると仮定しても、えっと、遅れジョブ数は変わらないし、完了時刻も変わらないことになるので、それはそういうふうに仮定しましょうということになります。で、その仮定のもとで、 何が言えるかっていうと、このシグマプライムっていうスケジュールは本当に存在するということが言えます。で、今言った通り、このようなスケジュール、シグマプライムがあれば、シグマプライムも最適です。それな何,何でかもう一度言うと、シグマと同じ遅れジョブ数を持ってるからです。で、シグマが最適なスケジュールだったからですね。じゃあ、なんでこのスケジュール、シグマプライムが存在するのかってことをまず言いましょうと。えっと、まずですね、えっと、見なくちゃいけないのはでここで、 これ予習してるときにここでよく間違えるということが分かっていたので、ここは注意をしないゃいけないんですけども、えっと、この、えっと、シグマにおいてこの間に合っているジョブを見ます。で、それを JL としましょうと。で、その添え字が K-1 までだとしましょうと。だから今、この K を置いたときに,に EDD 順では間に合わなくなったんですけども、その前にあるジョブが、で、こシグマでも間に合っているところにいるもの。 を考えましょうとでそうすると、それは JL においてもシグマプえそのジョブはシグマプライムでも間に合います。なんでかっていうと、今 JK っていうのが EDD で初めに送るジョブだったわけです。で、えっと、な,なのでこの JL っていうのはこの j k よりも前にあるジョブなので EDD においては間に合ってます。で、今これシグマプライムではこの赤い部分は EDD 順で並んでいるので同じように この,なんかこの赤いところのいくつかのジョブが、えっと、シグマでは並んでいないかもしれないけども、シグマプライムでは ED 順で並んでいて、欠けているジョブがあるかもしれないけども、欠けているジョブにおいては、それは完了時刻を早くしてくれるだけなので、シグマプライムで間に合っているということが、ED、D、順に並んでいるという過程から言えます。わかりにくいですね。言ってることは正しいと思ってるんですけども、わかんないかな。 これあのかん、分かんないかなっていうふうに言うんだったら、ちゃんと準備しておく必要があると思うんですけども、まあ、言ってることは正しくて、ちょっと冷静に考えていただければ分かると思います。だから、こ図だけでやろうと思うからいけないんですよね。で、今はこの、えっと、この K よりも前にある、ここら辺のジョブの話をし,してたんですけども、えっと、R ですね、この JR、JR っていうのをこの新しくここに持ってきたんですけども、これも間に合います。これ、なんでかっていうと、この JR の R っていう添え字は、えっと、そもそもこの、えっと、なんだっけ、1から K-1 の間にあるわけです。ここですねここ、えっと。R は1から K の間にあるものなので、これが1以上、K、K-1 以下であれば、こ,この先ほどの,あの場合と同じ形で、この JR が間に合うということ言えます。 JR っていうのは EDD では間に合っていたので、このシグマプライムでも EDD 順で並んでいるので間に合うということが分かりますけども、問題なのは、この R が K のときだけが問題で、R が K のときは EDD 順でこの JK ってこと間に合っていないので、今の論法では間に合うとは言えません。だけども、ちょっとここは式が書いてあって、ちゃんと考えると、ちゃんとこの K 番目のジョブの完了時刻がシグマ,シグマプライムにおいて間に合うってことが式からも言えます。ので、まあ、R が K のときにも、実は大丈夫だってことが 言えますちょっと時間がないので、えー、とこれはちょっと式を後で見ておいてくださいという形になります。はい、で、えー、とそうするとここら辺のですね ED 利順でこの K までのところ、ここら辺のものは全部このシグマプライムではちゃんと間に合っているということが、えー、と M 以外は間に合っているとわ分かります。で、この K の後ろにあるものが、この赤いところにシグマで入っているかもしれないんだけども、それはやっぱりシグマプライムでも間に合うということは言えます。 なぜかというと、JM と JI を入れ替えたんだけども、JM というのはそもそも JK を置いたときに、残っているこの仮に間に合うとしたジョブの中で、えっと、処理時間が一番長いものとしていたわけです。で、処理時間が一番長いものを、それよりも処理時間が短いもので置き換えると、全体的に処理時間は、えっと、完了時刻が前に動くので、も、えっともと納期が間に合っていたものは、その完了時刻が早くなっても納期に間に合うという形になります。 そういう形でこのように JM と JR を入れ替えたようなスケジュールっていうのがシグマプライムなんですけども、そういうものがやっぱり存在するということが分かって、シグマプライムという最適スケジュールがあるんだけども、そこでは JM という仮に、えっと、仮に間に合うとしたものの中で、処理時間が一番長いものを間に合わないことにする、遅らせるという形にして、えっと、最適なスケジュールが得られるということが分かるということになります。 これで答えの証明が終わります。分かんないですよね。ちょっとなんか自分でしゃべってても、これ伝わってないなっていうのがね、もうひじじと伝わるんですけども、まあ、そんちょっとあの皆さん、冷静に考えればわかると思うので、ちょっと考えてみてください。で、この答えを使います。今、何をやっていたかっていうと、えっと、機能法をやっていて、最適値は t プラス1のときに、無和補助尊なアルゴリズムで、必ず最適なスケジュールが得られるってことを言いたかったというふうになります。 で今、この JM っていうのが、アルゴリズムの初めに除去するジョブになっているというふうに、M っていうのを定義したんですけれども、今の古代から、この全体のジョブの集合に対して、JM を遅らせるような最適なスケジュールがあるということが分かりました。これ、古代から分かります。で、今、えっと、間に合わない、遅れるとしたジョブの数が T プラス1個になっています。それが今、最適値ですね。なっていると。でそういうその最適スケジュールがあるという,いうことが分かりました。で、何をするかっていうと、これ、機能法の過程を使いたいんですね。 でどうするかっていうと、この JM っていうのをこのジョブの集合から取り除きます。で、取り除いて、スケジュールからもこの JM っていうのを取り除きます。で、そうすると、JM を取り除いたジョブの集合に対して、なんか並び方があって、JM はスケジュールされてないか形になってるんだけども、JM はもともと遅れてる形だったんだけども、取り除いたんで、ただ取り除くと、えー、と T 個遅れてるジョブがあるようなスケジュールが得られます。いいですか。 でポイントは何なのかっていうと、この右のような、この JM っていうジョブを削除した状況においては、これが最適なスケジュールになっています。なんでかっていうと、これが最適じゃないとすると、この状況で T1 個以下しか遅れてるジョブがないようなスケジュールが存在することになってしまいます。でそうだとすると、そこに JM をつけて戻すと、もともとの状況として、遅れてるジョブの数が T プラス1個よりも少ないスケジュールが得られてしまいます。 そうすると、これもともとのこのスケジュールが最適であったことに矛盾します。だから、ここで、このただ単に GAM を取り除いたスケジュールっていうのは、最適だっていうことがわかります。ですか。で、ここでこの、このスケジュールは最適なスケジュールで、えー、っと遅れてるジョブが T 個しかないので、機能法の仮定を使います。機能法の仮定を使うと、ムーア・ポジソンのアルゴリズムによって、遅れているジョブの数が T 個の、えー、っとスケジュールが得られるということがわかります。 いいで,すかで何するかっていうとここに対して、えっと、GM を戻すんです。で GM を戻すと先ほど言った通りムーアホジソンのアルゴリズムでは GM っていうのは送らせるジョブとして初めに除去するジョブになっているのでやっぱこの追加するというのが、えっと、ちゃんと行えてこれによってムーアホジソンのアルゴリズムで元の問題に対して T プラス1個つまり最適な数のジョブしか送,らない送,れ,送れていないような スケジュールが得ちょっとなんか途中なんかふわふわしたところがあったかもしれませんし何を言ってるんだこの人はっていうところがあったかもしれませんけどもあの冷静に考えていただくと分かると思いますし一応あの論文ものあのリファレンスも上げてますので、えっと、もしあの興味がある人は論文の方を見てみてくださいということになります。 私の説明が全く理解不能である,ある場合は、論文の方を見てくださいということになります。ただ、私はあの論文に書いたことをなんか一時一く述べているつもりであるので、もしかしたらあんまり論文を見ても、まあ、論文を見てくださいということになります、ね。まあ,あの、冷静に考えれば分かると思いますとしか言えないんですけれども、まあ、そういう形になります。ということで、 アルゴリズムはこんな感じで、もう一回言うと、ED d 順でジョブを処理しようとするんだけども、仮に間に合うジョブだけで間に合わない場合には、その中から処理時間最大のジョブを遅らせると決めて、処理をしていくということになります。で、計算量はちょっとこれややこしいんですけども、は、ま、じ、あ、めに、ED d 順で処理しようとするので、ED 順に,順に並べるっていう部分は必要です。これは相当なので、N ログ N 時間でできます。で、問題は何かっていうと、納期に間に合わないジョブが置かれたときに、 その今まで仮に間に合うとしたジョブの中から処理時間最大のジョブを見つけるっていうのは、これ割と非じ明です。で、これ実はいわゆる優先度付き Q、プライオリティ Q とか、まあ、ヒープとかっていうのを使えばできるんだけども、これはまあ少しデータ構造のことをしないとできないかもしれませんけども、まあ、それを知ってると、ジョブ1つ当たりオーダーログ N 時間でできるっていうことになります。まあ、ジョブの数は N なので、まあ、全体としてはこの部分が N ログ N 時間で、その 処理時間最大のジョブを見つけて、それを遅らせるジョブにするっていうところができるという形になります。で最終的に並べるのはジョブ1つ当たり1時間なのであ、オーダー1時間、定数時間なので、全体としてはオーダー N 時間になるという形になります。で、まあ、合計としてはオーダールギー N 時間でこれできますよという形になります。だからちょっとそのまあデータ構造とか使う必要あるかもしれませんけども、も、まあ、基本的には EDD 順, ED 順に処理しようとしている気分があるってことがまあ重要だというふうに思ってくださいはい。 でまとめですね10分ぐらい余るんだったら、もっと先ほどの分からないところは丁寧に説明すればよかったんじゃないかって思ったんだけども、まあ、それ置いといて、えっ、ー、とですね、今、今日の話は、この5つのです、ねえー、と目的に対して、1機械の場合に、まあ、最大完了時刻と総完了時刻と最大納期ずれと納期遅れ、ジョブ数に対して、まあ、整列、相当をもとにして、えー、と解けますよっていう説明をしたということになります。でもうう度言うと そうこの総能局例は、これは NP 困難で、実は多公式時間で解けると思われていない問題になっています。で、まあ難しいんですね。で、実は、で、まあ、ここに書いてある計算量で解けるっていう話を次回しようと思っています。で、そこで、まあ、その動的計画法っていうのを使うんですけども、まあ、まあ、それ次回の話になります。で、重要なメッセージ、もう一回言いますと、設定における少しの違いが解きやすさにおける大きな違いを生みます。だから、なんかこの5つの 目的はなんかスケジューリングにおいては非常に自然なものなんだけどもその自然なもののどれを使うのかによってその解きやすさとかアルゴリズムとしてどういうものを考えるのかっていうことの方式が変わってくることになるのでそれはそういうことがあるんだと思って今後皆さん手持ちの問題でいろんなことを考えるときには注意をしてくださいということになります。で次回はこの総脳記遅れこのもうなんかこれ計算量から見てなんか難しそうだななんて気がするんですけどもこれを 紹介したいと思っているという気持ちはあるんだけども、本当にできるかちょっと自信がないんですが、まあ、頑張ってやってみたいと思います。はい。それで、まあ、次回の予告は、その動的計画法っていうのをお伝えしたいということになります。で、まあ、その、今言った、その、総納期遅れ、じゃなくて総納期ずれ。違う、総納期遅れですね。総納期遅れ。遅れとずれが分かってない相す。総納期遅れ。 の話はしたいんだけども、これ大きなやると難しいので、その前にこの P2CMAX っていうのをやろうと思ってます。P2CMAX っていうのは2台の機械,機械があって、その2台の,2台の機械があって、その2つの機械は同じ性能を持っているという場合でした。えっと、アイデンティカルパワレルマシンと同一並列機械で2台あって CMAX なので、えっと、最大完了時刻を最小化したいという問題を初めに説明したいと思います。 はい、では、えっと今日の授業はこれで終わりになります。